お疲れ様です。今日はですね、こちらの LJ ディゴをやっていきます。ということで、現環境はね、 LJ 強いんですけども、いろんなね LJ が生まれてます。はい、LJ バルーンがまあ主になんですけども、はい、もう形組んでしまえば止まらんやろみたいなデッキがいる中で、ちょっとね安定感も欲しいよねと。攻めだけに特化したいんじゃなくて、ちょっと守りもねできて、ちょっと攻めたいみたいなね、はい、オシャンティデッキということで、 LJ ディガがねマルチ上いるんでやっていこうかな。で、呪文がトルネアラームですね。はい、ライトニングとかはないけど、まあ、現環境のアーチャーとか、まあ、その辺にも対応してるといったところで、最悪ねLJ が通んねえなとか、相手がペッカとかで苦しいよってなったら、もう一生ディガーでちまちま削って、最後のね残り15秒ぐらい始まりちゃいして勝ち逃げみたいなこともできるんで、まあちょっとね安定な LJ デッキ、はい、ということでやっていきましょう。ダークライトだ、なんかよく当たんなこいつ、いつも試合してるイメージがある。トルネアラーメン、まあ、エレジャイなんで待ってもいいんですけど、まあ、ディガー削りみたいなとこもある。さあ、ランバーとなると、なんだ、バルーン？ゴレ？え、めちゃめちゃ美味しいこれ。こんなに美味しいことない。さあ、キング起動できた。なんだ、神技か。三重視にランバー入ってこないんで。おー、マザネクレアっすね。ちなみにマザネクはトルネプラスヤナアメで処せます。はい、マジアチャも同じくっすね。いや、なんかアチャマザネクなんで結構変わった神技デッキっすね。これムート壊れたら生きてえけどな。あー、そう簡単にはね、フェニックスをね延命させてくれないよと。でもこういうね、まあ、リガとかも防衛にガンガン使っていきます。はい、俺の大事な防衛カードです。マザネクはいないだろう。マザネクじゃ、マジアチはいないだろう。まあ、微妙に大砲を延命して、さあさあさあ、いやでも耐えてるのがいい話ですからね、俺からすると。さあ行きましょうか、ケツエリシャイ。エリババをねどう突破しようって感じだよな。えぐ、マジのチンパン来た、本物や。ゴルナイツ、一旦ね、なんか危ないっすね相手のあの攻め。よし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 、いやだ、ムーとエリババランバーちょっと強いっすね。ちょっと強いけど、フェニックスが最強のことは確か。フェニックスで全部守って、よしよし、このディガーのダメージで美味しくない？フェニックスで全部守る。フェニックスで食うプラン。エリジャイ？いやー、微妙に届いてる。いや、でもこの微妙な感じが大事。そうそうそう。一生フェニックス。オッケーオッケーオッケー。いや、これでいい。このデッキの強み。守りが硬い。ちまちまいく。だいぶちまちましてるけど、それがいい。マジ。めっちゃ違う、エリジェなのにこんなチモチモしてる。
あ、矢波圏内です。フェニックスマジでエグいかな。やべ、お、でかい、やべえ、マジやばい、えぐい、えぐい、えぐいけど耐えれば勝ち、耐えれば勝ち、耐えれば勝ち、耐えれば勝ち逆転来る、最強の盾となれ。はい、あぶねえ、怖えさ、見て、だいぶネチネチしてるね、相手も呆れちゃってるもんね。さあ、でもこれがね今強いんでまあディガーも困ったら防衛、エリジャーも防衛、ちまちま削って逃げるだけっていう、はい、まあまあ勝てばね、勝てば正義なんで、はい、よし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 。いやー、このエリジャーアーチャー いないのがねレアっすよ、ね、うわー、もうマジでせこいやん、俺のこの手札サイクルえぐね、なんもねえぞ。いやでもめっちゃ綺麗に守ると、あー、それか、これ相手の8枚ほぼ攻めカードみたいなやつですね。もう攻めまくる、攻めまくるで一発、あー、でかい、もう攻めまくりデッキでエレジャー抜けがきついんです、相手。いやー、吹き矢強いね。俺は守れば勝ちっすね。ちなみに、このエレジャーもちょっともったいなかったかもな。守りきれば、最後勝手に相手のターンなくなっていくんで、守るだけでいい。超防衛目に行きます。緊急してよかったな。で、呪文が相手は矢の雨かロケのどっちかなんですよ。まあまあ、あ、これ、え、めっちゃ美味しい、さあ、キングギドありがたい、ガン芋です。もうディガーはねナイトです。まあ、相手の呪文が分かんないのがね嫌ですけど、ロキ来ても走ればいいか。おいしい矢の雨が、これ橋参りじゃいけたら神ですけど、まあ、行かなくても吹き矢だけやれたら、一旦守りますね守ってしまえばこっちのもんだな。 AJ 出しちゃおう。で、逆サイはゴルナイヤナームで守るか。さあ、マジ守ってさえしまえば俺の勝ちで。ああ、その吹き矢マジ嫌だな、一応ねいや、相手呪文ねえか、なんかそういうデッキだよな、ここにロケが来るかどうかみたいな。ちなみに神相性、大砲もトレも矢も何でもある。おい、さあ来た、ゴルナイドリーム、いや気持ちいいな。さあ、これはファイボがあったらしいが、諦めのファイボが飛んできましたね。まあ、こんな感じでディガーほぼタワーに飛ばしてないんですけども、はい、
いろんな使い方できますからね。なんかハッキー基本みたいな感じ、ディガーは。攻めでも使えるし、困ったら防衛でも使える。ディガーほんとそうっすね。攻め最強だけど一生守りでもいいよね。まあね、正直なとこね、ディガーじゃなくていいんやねんかとかなるかもしんないんですけど、ボス来たボス、まあそうなんですけど、やっぱライトニングとかを打つってなると6コスいるんですよね。6コス、うん。けどディガーはね、3コストでそれこそウィザードとかそういう系もね、やっつけたりできるんで、コスパがいい。うん。でエレジャイどうしても通んないときに頑張れるよねっていうのがね、ディガーなんでね。さあ今回ロイっすね。モンクロイかな。やべ、いやよ、ヤナアメ、あーまあヤナアメファイボロイ可能性はあるっすね。うん、ハンター、ハンターやだな、強えんだよエレジャイに。え、まさかのゴブシェイスパーキーだこれ、まさかのすぎる。ってことはだいぶきつい。スパーキーはやばい。まあ LJ 自体もともと相性悪いんでどうしようかって感じにはなる。防衛ライトもねえから、マジできついぞこれ。ライト来る、強くね。そんな抑えられると困っちゃうよね。いや、ハンターもいるのがね、厄介なんですよね。エレジャイ。これ、むずいな。でも逆にこれ勝ったら、ガチですげえ。やべ、危ねえ。いや、マジできつい。本気できつい。いやー、いいよ、シロフェニックス。マジでやばいよね。なんとかなってるけど、そろそろ終わりそう。やべ、これ端前行かないといけないっすね、タイミング見て。あれあれ怪しい。いやー、このデッキなー、ちょっと環境刺さってるんですよね。あのアチャ系とか、あーこれやべ、
全あの励んだ。はい、励ました。もう無理です。これスパーキー持ってますから、ハンター突破してもスパーキーあります。スパーキー突破できません。稀にいるスパーキーが激強だな。エレジャイねからしたらだいぶきつい。さあよろしく。アーチャー来る。アーチャーだけだとマジ何だっけわかんないかんね。さあゴルナイ、あれエレジャイか。いやもうエレジャイしかない。結局ね同じようなデッキしかいないですからね。はい、マシマエレジェフタか。まあちなみにねエレジェきついんですよねこの対決。まあでもディガーでチクチク、コフェンクス残したい。うい、ドリーム掴んでく。あーめっちゃいいキング起動された。でもこのダメージなかったら多分勝てないんで悪くはないっすね。正直陰気されたけどディガー削りなんでほぼ。さああとはもう耐えてディガーで勝つ、それとライト削りどっちが強いんだって話なんで。いやダメって。よしよしよし、ちまちまね。これゴルナイミリ残れるんじゃね。来た、走れ走れ、タワー行け。あー惜しい。よし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 、相手のアーチャーがだいぶ腐ってる。まあフェニックスにライト打ってくれたら打ってくれたで大砲残るんで、あのディガー警戒のねフェニーが辛い。もうゴルナ走らんかった、なんでダッシュ押したのに。さあ耐える、とりあえず。まあタイブレイクなんでね。いやーちょっと渋いな流れが。一旦耐えることに本気で、いやー耐えてしまえばこっから俺にはディガーがあるんでね。走ってる、たまたま。お、なんかえなんかバグってる、バグってるというか AJ 通ってる。よし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 、でかいぞ。さあもう一回ディガーで削る。ちまちまディガー大作戦。いや撃ってマジでやべえ試合してる。
俺はもう守れば勝ちなんで、守ることに本気。おい、さあディガ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 、あぶねえ。LJ、LJでもなんか途中ラッキー刺さってましたね。大砲とか突破できないかんな。まあおしゃれなパターンでいくと、ディガを大砲に飛ばして壊すみたいなプランもね、ちょっとありそう。さあパトロン来る。ジャイスケラとかの民だと思うんだよな。やりゴブ珍しい。マジアチオールブレイカーか。あー全然違ったわ。ナイトやりゴブのオールブレイカーの顔をしてる。動きたくない。なんならディガーも防衛に。キングできたのでかい。あーめっちゃ小物だ。マジアチャじゃねえ。えぐ、いつの時代やみたいなデッキだけど、これは相性いいんじゃね。マジアチャいないやろ、やりゴブコウモリなんで。はいはい、コウモリの受けがちょっと嫌ですけど、まあ前半きついだけなんで、2、3倍タイム入ってしまえば俺のもう走れないの。攻め打ってきそう。うっ、うおー、すり抜けた。うちのゴブリン偉い。さあこれはイリジェイディー、これイリジェイディガーでなんかちっこいのしとくだけみたいな。からのこのゴルナイじゃね。はい、微妙か。いやでもこの一発入るだけで結構でかいんで、正直これもらったやろ。エリジェイ出しとくみたいなのがない。あーでも逆に相手はね、逆サイブッパの顔をしてる。大砲あるからな。ああうまいな。やべ、あのマイティどうしよう。一旦耐えて。えってかボムやってる相手。これそんなことある。ゴルナ走れんじゃない。タワーです。あーへばりついてる。トルネででも稼ぐ。おいLJ 外回った、でかすぎる。大砲まで。いやーあのリガちょっと痛いな。次矢あるんでね。これね、今は記念に走って、いやこれで壊せるもんね。だいぶ、あー終わったっすね。相手ここでディガー行くとターゲットをディガーに変えることができるみたいな、 LJ の反射を使った技もありそうですけど、まあそんなことする必要もなさそう。 OK。 ていうかこのディガーの枠もう何でもいいね。バルンでも変わんねえだろうし、ホグスケラとかはねえか。でもほんと幅広く何でも良さそう。まあでもエリポンとかに対応できるし、万能っていう意味ではディガーがねやっぱ強いのかな。親衛隊ローフグだねこれ。親衛隊ローフグだけちょっと嫌だな。あー近畿させてくれないっすね。するけど、さあ親衛隊ローフグか。まあホバーを処理できればだね。
最近はもうヤナアメタルババでこのゴブリンアーチャーをやっつけるぞ。新イタリア服なんで、意外と回転入んの。いやでもキング起動できてるのはでかかったな。これキング起動できてなかったら終わってた。ラフォーみたいな、この人シエンテラグ上手い人だ。いやエレジャイエレジャイなんかこれ待った方がいいかもな。うわーこれエレジャイいつ出すんだ。むずいな。新エタエレジェイで受けたいけどね。落ち着いてんな相手。マジ暇すぎてディガーで削ってるガチの暇人になろうとしてる。いやでもこれいいエレジャイじゃない。あーなるほどね。いやでもめっちゃ溶ける。そんなはずじゃなかったのにっていう。いや勝てえけどワンチャンありそう。トレネアナメでザッピーしばきてえな。ダメージバカ入ってるやん。マジ。いや逆も警戒しないでくれ。やべ、耐えれば俺の勝ち。耐えれるかな。オーバーだけ危ないんだ。いやー耐えた。これはカプセルドリームだけ気をつけないと。お前だよ。おい、いやーこれ勝てんのでけえ一回エレジェイ刺さっただけですけどね。でも一回刺さるかどうかマジ重要だからな。よしよしよし、でかすぎる。熱い。というわけでこちら、エルジェイバルーンも皆さんやってみてください。お疲れ様でした。またね。